take home. You like me? Listen, baby. 네가 떠났고 아무 일 없듯 웃어 넘겼고. KNTV 시청자 여러분, 네, 하지마시테 와타시한테 군데 스토리 요로시코 오네가시마스. 네, 안녕하세요, 태군입니다. 네, 이제 KNTV는 제가 처음 인사를 드리는 건데요. 네, 앞으로도 이렇게 많이 찾아와 주시면 저도 열심히 인터뷰 응할게요. 네. 184cm の長身で見せるキレのあるダンスとパワフルな歌声、彼こそが期待の新星テグン。グループが多い K-POP 界の中で果敢にもソロとして活躍、デビュー1年も満たないうちに日本での初ライブを実現しました。あっという間に注目の存在となったテグンさんですが、下積み時代を4年間も過ごしたとのこと。デビューに至るまで一体どんな努力を重ねてきたのでしょうか。유치원때부터제가제일잘할수있는건춤추는거였고요그리고노래부르는거이런것들이었어요그래서직업을가수라는직업을선택을하게됐고가수가되기위해서무얼노력하셨어요이렇게물어보시면네저는몇시간동안노래를했고요몇시간동안춤을췄고요이거보다는요저는노래랑춤을되게즐겁게즐기면서살았어요어릴때부터그래서뭘특별히준비했다기보다는그냥제직업을제가열심히하고있는거예요華々しい幕開けとなった日本初ライブ、オープニングは自身もお気に入りというこの曲でスタートです。バックダンサーとのコンビネーションもぴったりですね。そんな彼にとってソロアーティストとは一体どんな立場なのでしょうか。で、제가여러분들이생각할때는솔로가수인데요저는무대에설때마다제가솔로가수라는생각은잘안해요왜냐면은무대에서같이이렇게춤춰주시고이렇게같이이렇게호흡해주시는분들이있기때문에저는그냥혼자노래부르는것밖에없어요네そしてこの秋リリースされた最新曲「ソガッタ騙された」を披露。久々のソロシンガーの誕生にデビュー当時は第2のピ・レインとも形容されていましたが、テグンさん自身の目指すところはどんなアーティストなのでしょうか。저는원래롤모델이있었어요데뷔전에는있었는데요데뷔하고나서는없어졌어요그래서어떤사람이제롤모델입니다이렇게정제롤모델입니다이렇게정정하기보다는요이게제뒤에이제앞으로나올친구들이있을거아니에요그친구들한테있어서제가롤모델이됐으면좋겠어요네그렇게열심히할거고今度は客席に現れたテグンさん、がらりと雰囲気を変えてサンタ姿で登場。このサプライズプレゼントにファンの皆さんも大興奮です。どうぞよろしくお願いします。メリークリスマス。おじさんの笑い。今日会場に来てくださった。またステージに用意されたツリーにはファンの皆さんの応援メッセージがいっぱい。一人一人の熱い思いをしっかり感じているようですね。紹介させていただきたいと思います。韓国語の方も英語の方も日本語の方もいらっしゃいますね。はい。ところでテグンさんは東方神起のジェジュンさんと幼なじみ、今後の目標として友人との共演を口にしていました。
뭐 재중이도 그렇고 휘성쌤도 그렇고 그분들하고 같은 시간 같은 장소에서 공연을 꼭 해보고 싶어요. 네. 네. 네, KNTV 시청자 여러분, 네, 지금까지 태군이었고요. 네, 뭐, 앞으로도 열심히 하고 최선을 다하는 가수 될 테니까요. 많이 사랑해 주시고요. 또 태군 많이 기억해 주세요. 감사합니다. 아리가또 고자이마스. ここで KNTV をご覧の皆さんにテグンさんから サイン入りポラロイドとCDのセットを3名の方にプレゼント。ご希望の方は番組